はい、どうもこんにちは。ヒロッキーです。今日紹介する商品がこちらです。はい。以前紹介したねるねるねるねです。ねるねるねるねってめっちゃうまいじゃないですか。そこでヒロッキー思いました。ねるねるねるねってどんな食べ物にも合うんじゃね。ヒロッキーは思いました。ねるねるねるはどんな食べ物にもきっと合うだろうと。そこで今回いろんな食べ物を煮つけて食べようとは思います。クソな食べ物だな。はい、それでは初めの選手がこちらです。はい、こちらのおせんべい。おせんべいは絶対ね、ねるねるねる食べても絶対うまいと思うんで、ね、お菓子だし、いただきます。なんとも、ね、普通。はい、次が、はい、こちらのバナーナ。バナーナをねるねるねると一緒に食べたらうまいのか。やばい、折れた。やばい、やばい。うまい。次がこれです。ジャガビン。ジャガビンとねるねるねの相性はどんな感じなのか。すげえ、ジャガビーのこの薄シアの塩加減とこのねるねるねのこのすごいこの激甘な甘さがこう絡み合ってとてもまずいです。次がこちらです。ブラックサンダー。まあチョコレートとねるねるねのこの相性を見ていこうと思います。酸味がとてもする。酸っぱくなる。美味しくない。次、かりんとうとねる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 ねの相性はどんな感じなのか。お、うまい。うめえ。かりんとうとねるねるねるねうまい。うまいです。次が餃子。餃子うまいし、ねるねるねるねもうまい。これはうまいでしょ。次がじゃん、おにぎり。ライスボールですね。ライスボールを じゃあいただきます。まずい。これはまずい。うん、おにぎりが一番まずい感じ。まずい。はい、というわけで全部こういろいろねるねるねる言えねえな。毎回言えないんだよ。全部ねるねるねるねにこうつけてみたんですけど、まあ、一番うまかったのは普通にバナナ。バナナに、そう、普通にバナナにつけたらうまかったです。意外とかりんとうとねるねるねもうまかった、うん、でおにぎりが一番合わなかった、うん、外雨降ってるしコロナも流行ってるから外には出れませんということで、この企画をやりました。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。次の動画で、ね、また会いましょう。 See you! Bye! 撮れてるかな。